ファン必見。ナンバーアンダーライン愛の平野章神宮寺優太。楽しげな動画に隠された驚きの真実とは ?2024 年5月8日深夜、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔と神宮寺優太による楽しげな動画が公開された。暗闇の中で二人が生き生きと踊る姿は視聴者の心をつかんだ。ファンにとって、 このような動画は単なるエンターテインメント以上のものがある。そこには、アーティストとファンの真の絆を感じさせるものがある。ブローユアーカバーという盛り上がりのある楽曲を背景に、二人が一緒に楽しそうに踊る姿は、まさに息もつかせぬほどのエネルギッシュな光景だ。視聴者はまるで修学旅行に行った男子高校生のような楽しげな雰囲気に包まれる。 ベッドがぐちゃぐちゃになっているのも、二人が夜遅くまで遊び続けていた証だろう。しかし、そこには何か心温まる光景が映し出されている。特に神宮寺ゆうたのオペコリをペコリとした可愛らしい仕草や、平野翔の照れ隠しの頭を振る仕草などに注目が集まっている。ファンからは、可愛すぎる。仲良しすぎる。といったコメントが寄せられている。 過去にも二人は様々な共演を重ね、ファンを魅了してきた。その度に二人の仲の良さが際立ち、ラスボスなどと呼ばれることもあった。しかし、そうした評価とは裏腹に、実際の二人の様子を見ると、純真でお似合いのカップルのようにも見えてくる。こうした動画を通して、平野と神宮寺の温かな魅力が改めて発信されていると言えるだろう。 近年、アーティストとファンの関係が一方通行的ではなく、双方向的になってきている。特に SN、SNS の発達により、アーティストの私生活に踏み込めるようになり、ファンと彼らの絆が深まっている。この動画はまさにその恒例と言えるだろう。ファンが求めている、アーティストの素顔や生の姿を垣間見せてくれている。その瞬間を共有できることで、 ファンは癒しと喜びを感じ取ることができるはずだ。そして何より、このような動画を通して、ファンとアーティストの絆がさらに深まっていくのではないだろうか。時代とともに変化する中で、アーティストが自身のプライベートな一面を積極的に開示することで、ファンとの関係性がより密接なものへと発展していくのかもしれない。例えば、 この動画では平野と神宮寺の中むつまじい様子が随所に描かれている。そうした彼らの姿を通してファンは癒しと喜びを感じ取ることができるはずだ。こうしたアプローチはアーティストとファンの絆をより強固なものとしていくだろう。これからのエンターテイメント業界における新しい関係性を示唆しているのかもしれない。ファンにとって この動画はまるで初めてのお泊りディズニーに行ったカップルが撮影した記録動画のようだ。二人の楽しむ様子が生々しく捉えられている。そこには、ただ単に仲の良い友人だけでなく、より深い絆が感じられるのだ。特に注目されているのが、二人の微細な仕草や表情だ。神宮寺のおぺこりをぺこりした可愛らしさ、平野の照れ隠しの仕草など。 ファンにとっては救い取りたくなるような小さな魅力が散りばめられている。そうした細かな部分にまで注目が集まるのは、ファンとアーティストの絆が深いからこそだと言えるだろう。最後に、こうした動画を見て感じたのは、アーティストたちの素直な喜びの表現である。彼らが楽しむ姿を目にすることで、ファンも自然と笑顔になれるのではないだろうか。 小さな喜びを分かち合う。それがアーティストとファンの理想的な関係性なのかもしれない。今回の動画はそうした希望を感じさせてくれる一本だと言えるだろう。先日の怪しげなことが起こった後も、今回の動画では二人の純真な姿が捉えられている。確かにその微妙な空気感は気になるところだが、私たち視聴者にとっては、 彼らの素顔を垣間見られたことがとても嬉しいに違いない。ファンにとっては彼らの友情や絆を目の当たりにできる貴重な機会なのだ。ナンバーアンダーライン愛の魅力を存分に味わえる動画だと言えるだろう。そう、この動画はまるで修学旅行に行った男子高校生たちの楽しげな思い出を感じさせる。ベッドが散らかっているのも、 二人が夜遅くまで遊び続けていた証だろう。しかし、そこには心地よい自然体の雰囲気が醸し出されている。ただ、先日の動画に比べると、今回は比較的穏やかな印象だ。しかし、そのギャップこそが私たちを引きつける魅力なのかもしれない。そうした中で、神宮寺君のおペコリをペコリとした仕草や、 翔くんの照れ隠しの動きに注目が集まっているのも納得がいく。まさにこれらが二人の温かな絆を感じさせる要素なのだ。最近のナンバーアンダーライン愛の動画を見ていると二人の中の良さが際立っている。そのギャップの魅力にファンは心を奪われているようだ。過去にも様々な共演を重ねファンを魅了してきた二人。その度に 二人の仲の良さが目立っていた。しかし、そうした評価とは裏腹に、実際の二人の様子を見ると、純真でお似合いのカップルのようにも見えてくる。修学旅行の三日目、エッチーなことが起こるかもしれないと心の準備をしていましたが、なんとも可愛らしいカップルでした。彼らの仲の良さは本当に素敵ですね。彼らの不思議な動きに、ただただ見入ってしまいます。 こんな可愛らしい動画を見て、今日も幸せな気分にさせてくれてありがとう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが共有する楽しげな動画は、ファンにとって単なる娯楽以上のものがある。そこには、アーティストとファンの絆を深める重要な意味合いが込められていると言えるだろう。戦術したように、SNS の普及により、 ファンはアーティストの私生活に深く関わることができるようになってきた。そうした中で、アーティスト側もファンとの関係性を強化する試みを行っているのが現状だ。ナンバーアンダーラインアイの動画もその一例だと言えるだろう。平野翔と神宮寺優太が楽しげに踊る姿を捉えた動画は、ファンの心を大いに掴んでいる。視聴者からは、可愛すぎる、仲良しすぎる。 といったコメントが寄せられており、二人の魅力に心を奪われているようだ。特に注目されているのが、二人の微細な仕草や表情だ。神宮寺のオペこりオペこりした可愛らしさ、平野の照れ隠しの仕草など、ファンにとっては救い取りたくなるような小さな魅力が散りばめられている。そうした細かな部分にまで注目が集まるのは、ファンとアーティストの絆が深いからこそだと言えるだろう。 最後に、こうした動画を見て感じたのは、アーティストたちの素直な喜びの表現である。彼らが楽しむ姿を目にすることで、ファンも自然と笑顔になれるのではないだろうか。小さな喜びを分かち合う。それが、アーティストとファンの理想的な関係性なのかもしれない。今回の動画は、そうした希望を感じさせてくれる一本だと言えるだろう。